どうも皆さんこんにちは、 M2 プラントのあさみです。本日はですね、靴を長く履くためには欠かせない靴の、まあ、ケア用品とでも言いましょうか、シューツリーについてちょっとお話しさせていただきたいと思います。シューツリーっていうのは、まあ、1日ね靴履くとやっぱ履きじわっていうのが出てしまうので、まあ、それをまず伸ばしてくれる役割がありますね、まあ、このあたりですね、この曲がる部分なんかは特にシワがつきやすいので、このシューツリーを入れることでシワを伸ばしてくれる効果があります。なので、まあ、履き終わったら基本的にはこのシューツリーをつけてシワを伸ばしてあげてください。あと、まあ、その他にも素材がね、いろいろあるんですけど、シューツリーには、まあ、木とかプラスチックとかがあるんですけど、やっぱおすすめは木のシューツリーを使ってください。これなぜかというと、木には、まず防臭効果、革靴っていうのは結構中が蒸れやすいので、1日履いた後なんかやっぱ汗かいてるんでね、足に、そうすると匂いがねこうつきやすくなってしまいます。それをこの木が匂いをまず吸ってくれる防臭効果があるということと、あとは湿気を取ることで、まあ、その雑菌が繁殖するのを抑えてくれる効果もあるので、やっぱプラスチックのものよりは木のものを使うことをおすすめいたします。やっぱ1日履くと蒸れるので、靴の中が、その分、雑菌なんかも繁殖しやすくなるんですね。シューツリー入れるときは、まあ、極力グッと中までね、つま先の方までグッと押し込んで、まあ、なるべく腰輪を伸ばすようにつけていただきたいですね。まあ、そこだけちょっと、まあ、入れるだけなんですけど、グッと中に押し込むっていうのをちょっと意識して入れてもらうと、よりこの辺の履きじわっていうのは伸びやすくなってくれるので、そこだけ気をつけて入れてください。結構木のシューツリーって高いイメージがあると思うんですけど、意外と高くなくて、ネットとかで売ってるやつは、まあいいものは1万円2万円したりするものもあったりすると思うんですけど、ネットとかだとね、こういう僕が今使ってるやつなんかも2500円とかで買えます。まあ、やっぱりシューツリーするのとしないのとでは、まあ、明らかに靴の持ち変わってきますんで、まあそんなに高くないものなので、まあ皆さんぜひ何個かはね、揃えておいていただきたいなと思います。はい、ということで、本日は、まあ、靴を長持ちさせるのに欠かせないアイテム、シューツリーのご紹介でした。この動画を面白いと思っていただいた方は、高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。